この流れを作ったこのバブルの頃のね、大社長でございます。お、成田さんです。応援団の皆さん、応援団の、おめでとうございます。まーちゃん最高。35年前ですか。山田社長、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ね、いくつだったっけ。はい、そうですね、はい、え、ちょっとなんか、ね、皆さん、まあ、ラジオの成田社長ご存知の方、ご存知の方、知ってるっていう方、手を挙げてください、手を挙げてください。おい、嬉しいね。山中社長プロデュースした曲だ。いやいや、そうだし、俺が社長を初めて蹴飛ばしたお店の社長。すごい流れですね。そういうことなんですよ。正さんはね、もうあのマラジャの成田ってすごい有名な方でした。俺たちが出会った時に、あの成田さん、もう成田さんですか、ね、そこであの彼といろんな話をしたんです。そしたら彼は兵庫県から出てきて歌手になって成田って出てきた話。ところが一生懸命夜働いてレコーディングはレコードを出してやるっていうところがあって、その自分が一生懸命働いた金をそこに投資したんだ。そしたらその社長が持ち逃げした。持ち逃げした。これは悪いやつです。それで俺が出会って俺が言ったの、じゃあ俺がプロデュースしてやるよ。イエーイ。これは本当の話だよ。本当の話ですね。それがこんな大ヒット、はい、すごいですよね。人気を出さないと知ってますよ。50オーバーの人はみんな知ってるかもしれない。50行ってないと誰も知らないっていうね。一応30、32年ぐらい前の話の、あのバブルのスタートしますんで、だからみんなね、はい、ご存知だと思いますね、はい、それからあの社長がですね、いろいろ、骨折っていただいて、でバーニングの曽我社長に頭を下げていただいて、あの成田が CD 出したいって言ってます。全国待ってよね、全国、はい、それであのもういいよってすぐ返事が出て、それからあの出すことになってですね、それからあの顔は何曲か出して、次々とヒットしましたですね。はい、このわけで、はい、ああそうなんだ。で、山中社長のおかげで、まさに中山美穂さんね、はい、未だにあのライブやさせていただいております。ありがとうございます。今日はね、あのせっかくなんで、ディスコソングを1曲お送りするんで、皆さんぜひ戻ってください。50オーバーしか分かりません。はい、誰も知らないディスコソングなんでね、ユーロビートなんで、ぜひあのユーロビート戻ってくださいね。お願いします。はい、じゃあバブル、バブルです。
ました。ありがとうございました。どうも。この声を。あ、こんにちは。なんか話題賞ってもらってましたよね。はい。話題賞。去年。そうなんですね。そうでしたっけ。でもともかくおめでとうございます。山田さんもなんか相変わらず真っ黒で、ね、髪の毛どんどん黒くなったんですよね。真冬なんですけどね、はい、そうですね、はい、FM のラジオ番組とかいろいろやられ てそうですね、そうですね、はい、もうこの声といえばもう絶対クリス・ペクラーさんもう絶対皆さん耳で覚えてると思うんですけどね。そうなんですよね。マイクを使うの忘れちゃう。マイクを使うの忘れちゃう。お願いします。いや、このね、本当重低音のね、本当に。うん、どうですか、山岡さんの。そうですね、写真撮りましょう。どうですね。はい、どうですか、今日は楽しかったです。カメラマンすごいなと思って。もう、藤さん来てるの嬉しい。そうなんです。いや、すごいですね。声があったりね。そう、マイクを使うの忘れられない。俺が彼女もね、クリス・ペクラー派で、この彼女毎週、土曜日から聞いてます。いやあ、ありがとうございます。日曜日なんですけど、ね。はい、行きます、はい。カメラ行きます。はい、行きます。もう一度行きます。はい。OK です。ありがとうございます。まさかクリス・ペプラさんにお会いできるなんて、ね、嬉しいね。超かっこいい、やばい。やばい。でも、本当、人生が一人違うんですよ。おめでとうございます。はい、そしては聞きませんけど。もう年齢相続じゃないですよね。ね、いつなんか、なんか社長なんかそんな素人のおじさんみたいになってなんかもう嬉しくてね。これもう大事だ。あのマイク使うの忘れない。俺ね、本当クリスさんって大好きで、ね、そのクリスさんとね、あるパーティーで出会った時ね、感動しました。ああクリスさんと知り合いたいなと思ったらね、なんとなく仲良くなっちゃいました。ずるいんですよ、俺は。ずるいで、本当にね、もうクリスさんの声を聞いてるだけでね、本当にもう、心が安らぐんですね。また、もう言い過ぎですよ、本当に。日曜日ですよ、土曜日じゃないですよ。4時間ぐらいですね。そうですね、はい、やってます。番組の、あ、はい、JWEB で、もう、今年30年目。30年ですよ。そうです。時は本当は若いけど、30年が、ちょっと31年目で、やばいんですけど、ね、本当に山中さんに負けないように、シグトークで、シグトーク生きていこうと思ってます。今日は山中さん、お誕生日おめでとうございます。おめでとうございました。皆さんも楽しんでください。クリス・ペプラさん、ありがとうございます、本当に。クリス・ペプラさんでした。どうもありがとうございました。なんかしんこちゃんがやけに、いやめっちゃやばい、もう超好きなんですけど、ね、やっぱりね、この重低音の、ね、声っていうのは、ね、本当にね